ブルーハーツで思い出したんやけど、ブルーハーツで思い出したあのディズニーランドって、全然関係ねえじゃん全然関係ねえ真逆だろ、ブルーハーツ真逆ではない、真逆でもねえけど、どっちもこう夢を与えるって意味では一緒やから、かっこいいな、そのディズニーランドって、あの入り口こう入っていく時のこう向かう道が緩やかなこう下り坂になってるらしいよ。ほうほうほう、まあ、それってこの気持ちを高める、なんかこう軽やかに入っていけるからみたいな、まあ、ちょっとスピードも上がってくる、そうそうそう、で帰りはだからこう緩やかな上り坂になるよ。これはああもう帰っちゃうのか、また来たいなって思わせるためになってるらしいよっていうのを昨日飲み屋の酔っ払いから聞いたんやけど、飲み屋の酔っ払い昨日めっちゃ聞くじゃん。そう、飲み屋の酔っ払いはやっぱいいよ、その A ちゃんの話も教えてくれるし、ディズニーから、ディズニーから A ちゃんまで。いやでもそれいい話だね。いい話やろう、うん、いい話なんなん、いい話シーサーだな、いい話シーサー、うん。